フルーツ大福をご紹介します。大福は和菓子の中でも人気のお菓子で、最近ではバリエーションも豊かでいろんな方に人気のお菓子となっています。白玉粉で作る柔らかい餅生地とフルーツの酸味、あんの甘みがとっても美味しいフルーツ大福をご紹介します。では早速材料をチェックしていきましょう。白玉粉、砂糖、水、あん、お好きなフルーツを用意してください。と片栗粉です。まずフルーツをあんで包んでいきます。このように伸ばして、いちご大福の場合は少しこの赤い色が見えると可愛いので、少し先を残しておきます。それでは小鍋に白玉粉、砂糖、お水を入れます。そして木べらで混ぜます。このように混ざったら火にかけます。火にかけると粘りが出てきますので、木べらでしっかりと混ぜてください。このようにしっかりと粘りが出て火が通ったら、片栗粉を敷いたバットにかけます。餅生地は手にひっつきやすいので、片栗粉でしっかりとコーティングをしましょう。それでは餅生地であんといちごを包んでいきます。まずは手のひらでゆっくりと生地を伸ばしていきます。だいたいこのフルーツとあんの 1.5 倍ぐらいの大きさに伸ばしてから、いちご大福の方はこのいちごの先端が下に来るように、このように置きます。上から少しずつこう押さえるような感じで包んでいきます。好きなフルーツを包んで、いろんなバリエーションをお楽しみください。